皆さんこんにちは、エルザです。今回は強化されたメガホンをさらに有効活用できるギアを試したらすごかったとなります。メガホンのアップデートが来てからトラストを使ってみると、ちょっとキル性能が変わったように感じますよね。ダメージが上がって意識的に敵が避けてくれるので、スペ性能アップをつけてどれくらい脅威になるか試したいと思います。また本題に入る前にですが、このチャンネルはゲームの解説と実況を随時投稿しています。応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それでは早速いきたいんですが、まずはギアの紹介からいきたいと思います。今回はメガホンを活かすためのギア構成を組んでいます。そのため各ギアの数はこのようになります。ギアの説明をしていきたいと思います。まずスペ性能に関してはメイン2つにしてます。これは合計照射時間が4秒から約5秒弱になるっていうのが大きいからです。最大で 5.2 秒なので、実はメイン2つぐらいがちょうどいいぐらいの長さになるんですよね。で、続いてスペゾーに関しては最低1つを積んでおけば賄えるので、これで十分かなというところです。最高率を求めるのであれば 1.2 がベストですね。こんなあたりは個人の感覚で変えるのがいいかと思います。そして今回のギアで実は一番大事な部分というところで言うと、スペゲン 0.3 です。で、スペゲン 0.1 で十分というのはよく聞くかなと思います。で、実際に数値でこれは見てみると分かりやすいんですが、通常だとマイナス 50%、 0.1 でマイナス 40.1%、 0.3 でマイナス 30.7% ほどとなります。この何がいいのかというところなんですが、メガホンにおいてはスペを発動した後にデスをするとゲージが残るという仕様になってます。スペシャルを発動したのにゲージを高い状態で維持できるっていうところなんですよね。で、この仕様のおかげでスペゲンが活かせるっていうのがあります。これにより前線に積極的に出てスペを使った際にデスしてもゲージを維持しやすくなるので、スペを使いやすくなるっていうわけです。このギアにおいてはこの3つが重要なギアとなっています。それでは実際の試合を見ながら解説をしていきたいと思います。さあ、今回の編成はこんな感じですね。こちらが調査艇よりというところです。試合はバンカラマッチのガチャホコです。さあ、ちょっとね、編成的に割とかね、いろいろ弱いところが多いので、味方の立体化しながらやりたいところですが、まず初動としてやることは、なるべく敵を止めたいところっていうところですね。ああ、ただ止めれず、ここは許してしまいます。で、こっから、大事なのが、結局そのメガホンを使って相手の邪魔を積極的にしたいので、こんな感じで邪魔をします。まあ、一人に今回狙ってるのは、なるべく拘束時間を増やすためですね。で、こっからですね。まあ、弓としては、なるべく味方の立体が持ってくれてるんで、右側を取りたいなってあるんですけど、邪魔が入らないように少しずつクリアリングしながらカバーしていきます。で、立体さん頑張ったけど、もうちょいだったね。で、これ割りたいところなんだけど、これはちょっと割れないなってね、下がってます。ただしね、結構ポジション的なのがね、難しいんで、あ、まあ好きなマップであるんですよね。ここ取ります。いや、いいキル取れたね。これ止めれるだけででかいからね。で、この状態見てもらったらいいんですけど、スペゲン入ってるので大体3分の1しか減らないんですよ。これが強くて、で、すぐ溜めれるんで、復帰後もとりあえずスペシャルを溜めながらこうやって発動ができるというふうになってます。まあ、基本的に生存しないといけないのはもちろんなんですけど、万が一やられた時に今みたいな感じでメガホンをうまく活用できるっていうのがでかいですね。で、まだちょっといるので、ここで対面します。さあ、ここから。で、ここで、まぁ、ちょっと持とうかなと思ったんですけど、リッターさんがね、かなり積極的なんだったんで、まあ、ちょっと頑張って、頑張ってメインは当てていきます。ただ、やっぱスペシャルが溜まりやすい状況だったりとかするので、ちょっとね、メガホンを持ちつつ出ます。で、リタさん右側を判断したみたいですね。で、ここでメガホン発動できるので、ちょっと長い時間拘束してこいつも投げて足止めすると。で、ここね、持ってくれたんだけど、相手のカニタンク上手だったね。しっかり守っていったん で、 で、ここはちょっと、ここは焦ってましたね。まあ焦るよね、単純にね。で、ここで、そうだね、スペゲンが発動動向とかのレベルじゃないので、まずこの辺りからまず、しっかり自陣から固めていきます。
まあ、ただやっぱスケゾーある分溜まりも早いし、スケゲンのおかげで溜める余力が余るのがちょっといいっすね。やっぱこうやって打ちながら少しずつ溜まるからね。でしっかりポイズン投げて逃げます。でここでスペシャル溜まったね。スペシャルは一回即破棄します。ちょっと近づいてるのが分かってたんで。まあなかなかの回数だなって。デスに対して回数が多いんで、やっぱこのギアの構成スペゲンが鍵だなと思いますね。でここしっかり取ってく。で上取れて、これ爆発させるとスペシャルがギリ溜まるかなぐらいだったんですけど、溜まらなかったんでも運びます。こういう時はね、運んだ方がいいんでね。でここはちょっと一回味方が出るのを待って。いるんだよねほらいた、ほら来たまあでもスペゲンが発動するんで、意外とゲージ溜まった状態で前線上がります。これがね、さらに下がってるんだよね、あの 0.1 とかだと。そうするとこのちょっとした塗りとか少ない足場では溜めるのは厳しいんで、でちょっとここで攻撃しながら溜めると、はい、スペシャル溜まりました。ただこれはちょっと厳しかったね。ローラーさんがナイスでした。で味方がカバー来てくれたんで、またこれ飛びます。ただやっぱり3分の2溜まってる状態なんで、結構これが強い。でまあ足場取れてないんですけど、多分抑えをしてたら徐々に溜まるんで、あまりここら辺は無理せずってなるとやっぱ溜まるんだよね。これがほんと良くて、スペシャルの回数もなんだけど、やっぱ常にこうメガホンをいつでも用意できてるっていうのが強いなと。でここはあえて溜めてます。残り時間がもう30秒ぐらいだったんでね、溜まった瞬間がなるべく状況を見ながら下がりつつで、ちょっとローラーさんがね、めんどくさいんでね。でこれで終わりとなります。まあメガホンと味方のアシストとかいろいろ入って、キル数デス数とかもなかなかいい数値になりました。で塗りポイントを見てもらうと一番いいんですけど、まあ、1167に対してまあ5回と、でデスも4回してるんだけど、多分これ普通4デスしてたら5回は打てないんですよ。軽くスペシャル1回か2回分ぐらいは、使えないっていうか、ゲージが減ってるのでデス数に対して、そう考えると、まあ、スペシャルの耐久面っていうのはかなり良かったんじゃないかな。やっぱチャンスを生かせるっていうのがでかいんでね、なんだかんだスペシャルゲーなところもあるので、このあたりはすごくいいところかなと思います。はい、ということで実戦を見てみてどうでしたでしょうか。基本的にメガホンの時間伸びたなっていう感じですが、敵の拘束時間が単純に伸びたことと、回転率が上がって邪魔特化ができたなと思います。結果的にはキルにつながってはいますが、通常よりも連携が取りやすくなってますし、自分でもキルが狙いやすいなと感じていました。ただ生存を生かしきらないと厳しいギアだなっていうところはありますので、普段よりもスペに倒れるくらいで考えていった方がいいギア構成かなと思います。まあ、もし試した方がいたらどうだったか教えてもらえると嬉しいところです。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。